皆さんこんにちは。今回の動画、大人気サクト2302話、この302話で起きそうなことを予想していこうと思います。あとこの動画を最後まで見ていて思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。301話では成宮が沢村から打った打球の行方が判明。結果から言うとライトへのツーベースヒット。聖堂ライト白洲が背走で追うも、成宮の打った打球はライトのフェンス直撃。しかもあと数センチ上だったらホームラン、2対2の同点。もし成宮の中指の豆が裂けていなかったらホームランになっていたかも。ということで、沢村対成宮1回目の対戦は成宮が勝利しました。ここでキャッチャーの三木は成宮戦後タイムを取り、沢村の元へ。ナンバーナインは浮いてしまったが、結果的にフェンスを越えなくてよかった。そのため切り替えようという提案。ノーアウトランナー2塁。このケース打席には6番五木を迎える。五木はこの試合1犠打2三振と当たっていませんが、キャッチャーの三木は五木を警戒。今回のケースも送りバント濃厚。三木としては矢部神宮寺、右の強打者が続くが、五木の送りバントはありがたいと発言。つまり矢部と神宮寺はアウトオブ眼中、五木とはあまり勝負したくないという考え。ちなみにこの301話で五木の最新情報が判明。五木は今大会12打点という活躍。しかも成宮が塁にいる時に勝負強さが際立っている。あと今回のケース、イナイツのスイブがアフリカンシンフォニーを選曲。この応援曲は前キャプテン原田が使用していたもの。五木と原田は同じキャッチャー。ということは五木がこのケースヒットを打つ。沢村対五木初対戦、同級生対決の結果は、沢村対五木1回目の対戦、1球目から五木が仕掛ける。五木はこのケース、沢村が1球目を投げる前からバントの構えをしていましたが、ヒッティングという強攻策。結果としては送りバントだと思いチャージしてきたファースト前園の方向に飛ぶファウル1ストライク。2球目はアウトローへのナンバーナインを三木がフレーミングキャッチをするも、わずかに外れ1ボール。ちなみにこの2球目から五木はバントの構えをしなくなっています。1ボール1ストライク。3球目に入る前、五木は指1本分バットを短く持った。そして運命の3球目、沢村は三木が構えたインコース磨け、1球目よりも厳しくさらに動くボールを投げたものの、五木の執念、また指1本分バットを短く持っていたこともあり、3球目のカットをバットに当て詰まりながらもセンター前へ落ちる補填ヒット。二塁ランナー成宮は三塁と進塁。ノーアウトランナー1・3塁。成宮の打った打球はホームランとはなりませんでしたが、イナイツとしては最高のケースを作ることに成功しました。しかし301話の内容はここまで。ノーアウトランナー1・3塁、7番矢部との対戦は描かれることなく301話終了しています。302話はこの次から始まります。302話の見どころとしては、ピンチを作ってしまった沢村はこのケースどんなピッチングをするのか。この試合聖堂の先発として6回を投げ切ったフリアみたいに大ピンチを発動して無双すれば聖堂優勝。一方去年の夏合決勝みたいに同点並びに逆転、沢村はこのピンチのケースを踏ん張ることができず、イナイツに2点許し聖堂がさよなら負け。一体このケースからどんな展開で物語は進行していくのか。ちなみにもし沢村がこの回無失点ピッチングをした場合の展開予想。ノーアウトランナー1・3塁。このケース打席には7番矢部を迎える。まだゲッツーなどがない限り、矢部神宮寺、江崎、矢部を含めた計3名のバッターに打席が回ってきます。大人気ではこういったピンチのケースが何度か描かれており、最近だと今大会の5回戦、薬師対三高戦、
三高先発の天久はこの回の沢村みたいに連打を許しノーアウトランナー2、3塁と初回からピンチのケースを作っていましたが、真田、三島、友部、薬師のクリーンナップを3者連続三振で締め、自ら作ったピンチを自らの好投で締めていました。現在の沢村は制球が定まっておらず、ナンバーナインが失投、どん詰まりでナンバーセブンがヒットにされるという正直万全の状態ではない。なので天久みたいにこの3名から三振を奪うのは厳しい。しかし3名とも沢村は対戦経験あり、全て沢村が勝利しているため何も問題ない限り沢村が優勢。まだこの試合のフリアみたいに大ピンチが発動、急にナンバーズの精度復活。3番サード目まで右バッターが続くということで、右バッターの胸元をえぐるボールやバットに当ててもゴロにしかならないアウトコースへのナンバーズ、こういったボールを駆使して矢部をホームゲッツーで打ち取り、2アウトランナー2塁、最後は神宮寺を打ち取り、沢村が胴上げ投手的な。なおさよならだった場合の展開予想もこちらの動画では話していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに事前に300人についてコメントを募集したところ、3名の方が協力してくださいました。コメントをくれた3名様、本当にありがとうございます。ケース1、矢部がスクイズを試みるも2ストライクに追い込まれ、最終的には強攻策、結果ショートゴロでゲッツー。しかしこのゲッツーの間に3塁ランナーが帰り同点、その後抑えることができるのか事後へ続く。ケース2、矢部のスクイズを防いでワンアウトランナー1、2塁、その後沢村神宮寺にセンター前に抜けそうな当たりを打たれるが、この打球に対して春一が捕球体勢、春一倉持ちのゲッツーを期待し事後へ。ケース3、ノーアウトランナー1、3塁、聖堂美幸はこのケースタイムを取り沢村の元へ、ランナーのことは俺たちに任せて目の前のバッターに集中していけ。沢村対矢部1回目の対戦、初球から稲津が仕掛ける。1塁ランナーだった五木の盗塁が成功しノーアウトランナー2、3塁、キャッチャーの美幸は鳴宮を警戒していたため2塁ベースには送球しませんでした。そして2球目、ここで稲津はスクイズを決行。しかし考えよかった沢村はこのスクイーズに対してワンバウンド投球、このワンバウンドのボールに対して矢部のバットは空を切るか、キャッチャーの三木は捕球できるのか、2球目の結果が不明なまま事後へ続く。以上、今回は大熱作と2300ネアで起きそうなことを予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。